皆さん、こんにちは。1974年、NHK 連続テレビ小説、鳩子の海でデビューし、天才子役として一躍人気を博した斉藤梢さん。1976年には、山口さんちのつとむくんで歌手デビューし、こちらも大ヒットを記録。その後もレコードデビューなど、活躍を続け、子役の代名詞にもなりました。一時は芸能界を引退するも、現在は芸能活動を再開しています。しかし、そんな彼女が癌を発症したことはご存知でしょうか。今回は斉藤梢さんの病気や現在はどうしているのかについて調査しましたので、ご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。斉藤梢さんは3歳の時に劇団若草に入り、6歳の時 NHK 朝の連続テレビドラマ鳩子の海のオーディションを経て鳩子役でデビュー。以降は連続ドラマ花は花嫁、タンポポ、それゆけカッチン、愛をください、大河ドラマ草燃えると多数のレギュラー映画に出演します。また1976年には山口さんちのつとむくんで歌手デビュー、200万枚の大ヒットを記録しました。しかし、小さな体には負担が大きすぎたのか、小学6年生で十二指腸潰瘍に見舞われました。友達と同じ生活をしたいと、次第に仕事を減らし、武蔵野市の藤村高校入学を機に芸能界を引退し、学業に専念します。その後、米国ニューヨークの大学へと進学。その時にブロードウェイを志す友達と出会い、子役時代のことを話すと、なぜ自分の力を生かさないのか、羨ましくてしょうがないのにと言われたそう。彼女らと交流する中で、自分はやはりこの世界に行きたいと感じたそうで、1993年大学時代に教会のゴスペルクワイヤーに参加したことをきっかけに、ゴスペルに魅せられ、ブルースジャズの歌手としての活動を開始。タレント、女優としても活動を再開し、ドラマ、歌番組、バラエティ番組、舞台などで幅広く活躍。そんな斉藤梢さんに思いがけない出来事が待っていました。歌手として自分の声を何より大切にしていた斉藤梢さん、頻繁に医療機関で声帯のチェックを受けていましたが、2004年ニューヨークの病院で医師から、ごく小さいがポリープ、声帯の粘膜が一部主張または突出したものがあると告げられます。甲状腺がんの疑いでした。甲状腺は喉にある小さな臓器で、全身の新陳代謝や成長促進に関係するホルモンを分泌する器官です。がんの症状はあまり出ませんが、声のかすれなどの症状が現れることもあるようです。斉藤梢さん自身も声の音域が1オクターブ低くなっていたことや、裏声を使った歌い方ができなくなっていたことなど、思い当たる部分もあったとのことですが、お酒を飲んだからかなと思っていたようで、相当なショックを受けたそうです。また、家族や親戚にも甲状腺の病気を持つ人がいたり、背が伸びなかったことから、小さい頃から甲状腺機能に異常があったんじゃないかと語っていました。そのような状況にあることも知らずに、34歳の頃から雑誌やテレビのダイエット企画の仕事を立て続けに受けており、この診断を受けたのは1年半で 57kg の減量をしたばかりの頃だったとのこと。過剰なダイエットも病状を悪化させた一因になってしまったようです。日本に戻り、東京の大病院で詳しく検査した結果、甲状腺がんの中の乳頭がんという種類であると診断されます。これは最もポピュラーなタイプではあるものの、リンパ節転移を起こしやすいと言われており、一般的な治療は切除手術です。ただ、当時歌手として活動していた斉藤梢さんは、もし声が思うように出せなくなったら、という不安から、なんとかメスを入れない方法で治療できないか、さまざまな病院を訪ねて回ったそうです。それぞれのお医者さんに、皆違う治療方針を説明されました。甲状腺の全摘やリンパ節郭清など様々でした。10年持ちませんよとさえ言った医師もいました。日本ではセカンドオピニオンという言葉が
知られていると思いますが、私は4番目のオピニオンまで求めました。米国ではそれくらいの数の医療機関を回ることは珍しくないことを知っていたからです。と語る斉藤梢さん。そして、ようやくある大学病院で手術をしなくても済む治療法を提示されました。それはレーザーでがんの部位だけを切除する方法と、抗がん剤とホルモン薬による治療でした。抗がん剤の副作用も詳しく聞き、納得の上で治療に入ったとのこと。2004年暮れ、レーザー治療の日を迎えます。治療は無事に成功し、1週間の入院を経て退院。しかし、その後待ち受けていた抗がん剤治療は相当苦しかったようです。吐き気は強く、朝起きられないほどの低体温症に悩まされます。また、体調のみでなく、髪は抜け、眉毛もなくなり、躁鬱状態で、ひどい時は死にたいと思い、調子がいいと、もう飲んじゃえ、と大酒を飲んだり、抗がん剤が心も体も弱くして、合併症で死んでしまう人もいると聞きます。斉藤梢さんはこの抗がん剤治療を乗り越え、2013年に治療を終えました。2016年には医師からも、3年間再発していないから、今は心配ないとお墨付きをもらったと言います。ただ、この抗がん剤治療の間に3回再発していたこともあって、治療が終了してからも油断できない病気であると、本人は語っていました。抗がん剤治療を終えてからも、斉藤梢さんは、定期的に人間ドックと、甲状腺機能低下症を悪化させないための治療と、副腎皮質ホルモンの注射を続けていますが、基本は食事療法、主食を玄米やもち麦にして、肉なら赤身、野菜なら緑や赤の色の濃いものを軸に、生姜など体を温める食材を摂ることを心がけているといいます。また、お酒やタバコもほどほどにして、ストレスをためないためにも、我慢をしすぎないようにしているとのことでした。斉藤梢さんは、ダイエットしようと思ったら、まず甲状腺もですが自分の体の状態を知るため診察を受けた方がいい、ということを伝えたいと語っていました。もともと甲状腺に異常がある可能性があったにもかかわらず、過激な食事制限でのダイエットをしてしまったことによって、がんを発症してしまった斉藤梢さん。治療は終了しているとのことですが、現在はどのように過ごされているのでしょうか。調べてみると、現在も声優としての活動をはじめ、女優、歌手としても活動を続けていらっしゃる様子でした。また、更新頻度は少ないものの、SNS も更新しているようでした。元気に過ごされているのであれば、何よりですね。いかがでしたか。今回は斉藤梢さんの病気や、現在はどうしているのかについてご紹介しました。芸能界に復活し、さあ、これから、という時に、発覚した甲状腺がん。ただ、それは人生を見つめ直すきっかけにもなったようです。壮絶な抗がん剤治療を乗り越えご活躍される姿は、きっと同じようにがんと戦う人たちの希望になると思います。これからの活躍にも期待ですね。最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。